これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、翔英、相手陣23ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック10番、左ロールアウトからワイドレシーバー16番へのパスでしたが、このパスはコントロールミス。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4-2、翔英、相手陣23ヤードからセカンドダウンテン。パス不成功。クォーターバック10番、ターゲット17番へのパス、しかしこれもコントロールミス。サードダウンに変わります。プレーナンバー4-3、翔英、相手陣23ヤードからサードダウンテン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番にパスを通しファーストダウン。プレーナンバー4-4、翔英、ファーストダウントゥーゴール、残り9ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約8ヤード、キャリア26番。プレーナンバー4-5、翔英、セカンドダウン2ゴール、残り1ヤード。ランニー枠26番、中央突破、そのままエンドゾーンに駆け込み、タッチだ。翔英、6点獲得。プレーナンバー4-6、翔英、トライ4ポイント。キッカー16番。キック成功、1点追加。翔英ブレザーズ34点、三重ファイアーバード0点。プレーナンバー4-7、翔英ブレザーズキックオフ。キッカー16番。
三重リターン80番三重陣25ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー4-8三重ファーストダウン10、ボールオンは自陣29ヤード。ここでホイッスル。シンタロー三重ファーロー三重後半1回目のタイムアウトを取りました。三重後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-8 三重自陣29ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー81番へのパス、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げた選手へのハードヒットを行いました。この反則は重大な反則となります。15ヤードのバッタリとなり、三重15ヤード前進してファーストダウン。プレーナンバー4-9三重自陣44ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。なにわ95番ドロープレーにより地を突破、左オープン駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-10三重相手陣28ヤードからファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、キャリア11番ナイスランで約6ヤードゲイン。プレーナンバー4-11三重相手陣22ヤードからセカンドダウン4。クォーターバック9番オプションフェイクで自らキープを試みましたが、これはカバーされており約
4ヤードのロス。プレーナンバー4の12、三重、相手陣25ヤードからサードダウン7。パス不成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー19番のパス、しかしこれはパス通らず、フォースダウンと変わります。プレーナンバー4の13、三重、相手陣25ヤードからフォースダウン7。プレーを選択します。ギャンブル。パス成功。ファーストナイスキャッチ。クォーターバック9番、タイトエンド11番にパスを通し、ファーストプレーナンバー4の15、三重、ファーストダウントゥーゴール、残り5ヤード。フルバックのダイブプレー、キャリア11番。ゲインはほとんどなし。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4の15、三重、セカンドダウン2ゴール、残り6ヤード。ここでホイッスル。後半になります。ファウルです。三重ファイアファウル。三重、後半2回目のタイムアウトを取りました。
三重後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-15、三重セカンドアンドゴール残り6ヤード。ランニングバック11番中央突破、そのまま相手タックル縫うように走り抜け、エンドゾーン駆け込みタッチダウン。三重6点獲得。プレーナンバー4-16、三重トライ4ポイント。キック成功、1点追加。三重ファイアワード7点、松永ブレザーズ34点。プレーナンバー4-17、三重キックオフ。キッカー25番。松永リターン。松永陣25ヤード付近でボールデッド。リターナー45番。プレーナンバー4-18、松永自陣25ヤードからファーストダウン点。パス成功。クォーターバック10番、ワイドレシーバー18番にパス、16番にパスを通し、約9ヤードのゲイン。プレーナンバー4-19、松永自陣35ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。松永ファーストダウン。ランニングバック26番、ドロープレーで中央突破、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-20、松永自陣42ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック10番、右に流れながら17番にパスを投じようとしましたが、パスをカットされました。セカンドダウンに変わります。
プレーナンバー4の21、翔英セカンドアウンテン、ボールオン自陣42ヤード。なにわく26番ドロープレーで中央突破、約5ヤードのゲーム。ここでホイッスル。翔英後半2回目のタイムアウトを取りました。翔英後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の22、翔英自陣46ヤードからサーダウン6。パス不成功。クォーターバック10番、ワイドレシーバー1番へのパス、しかしこれはカットされパス不成功です。フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の23、翔英フォースダウン6、パントフォーメーションを選択、ボールオン自陣46ヤード。このパントは三重陣25ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4の24、三重ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード、試合時間残り2分53秒。パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー81番へのパスでしたが、このパスは不成功、セカンダウンに変わります。プレーナンバー4の25、三重セカンドダウン10、ボールオン自陣25ヤード、試合時間残り2分46秒。パス不成功。クォーターバック9番再びパス、しかしこのパスはキャッチミス、サーダウンに変わります。プレーナンバー4の26、三重サーダウン10、ボールオン自陣25ヤード、試合時間残り2分41秒。
パス不成功、ターゲット81枚のパスでしたが、このパスはコントロールミス、フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の27、三重フォースダウン10、パントフォーメーションを選択。パンター25番。ショーエリターン17番。相手陣入り込み、三重陣40ヤード付近でボールデッド。ショーエの攻撃に変わります。プレーナンバー4の28、翔英、相手陣41ヤードからファーストダウン10。試合時間残り2分20秒。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、ワイドレシーバー、1番にパスを通し、ファーストダウン。プレーナンバー4の29、翔英、ファーストダウン10、ボールオン相手陣26ヤード。試合時間残り2分を切りました。クォーターバック10番、パスを投じ落としてスクランブル。右に流れながらゲインを図りましたが、これはむしろ2ヤードロスです。中で倒れたので時計は回り続けます。失礼、先ほどのプレー外へ出ていた模様です。試合時間残り1分38秒に訂正します。プレーナンバー4の30、翔英、相手陣28ヤードからセカンドダウン12。ランニング枠26番カウンタードローにより左オフタックルをつきました。約8ヤードのゲイン。プレーナンバー4の31、翔英、相手陣20ヤードからサーダウン4。パス不成功。クォーターバック10番エンドゾーンへのパス、ターゲット1番、しかしオーバースロー、フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の32、翔英、フォースダウン4、プレーを選択します。ギャンブル、タッチダウンまで残り20ヤード。パス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。この判定を待ちます。
パスインターフェア、いや、アイアンファウル。ディフェンスの反則です。パス、パスインターフェアの反則。パス、ボールが宙に浮いている間に相手に接触しました。反則発生地点から翔英のファーストダウンと変わります。プレーナンバー4の33翔英ファーストダウン2ゴール、残り8ヤード、試合時間残り38秒。ナイスタック。何枠26番、右オフタックルをつこうとしましたが、これは三重80番がタックルしノーゲイン。ここでホイッスル。シューターのアウト、ストロングレード後半3回目。翔英後半3回目のタイムアウトを取りました。これで翔英のこの試合のタイムアウトはなくなりました。翔英後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の34、翔英セカンドアンドゴール、残り8ヤード、試合時間残り24秒。パスは成功、ターゲット17番。プレーナンバー4の35、翔英サードアンドゴール、残り2ヤード、スパイク、パスを叩きつけ時計を止めます。試合時間残り8秒、フォースダウンとなります。ボールオンは相手陣4ヤード、試合時間残り8秒。プレーナンバー4の36、翔英相手陣4ヤードからフォースダウン2ゴール。パス不成功、エンドゾーンへのパスでしたが、このパスは通らず4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4の37、三重自陣4ヤードからファーストダウン点、試合時間残り4秒。ランニングバック11番ドロープレーで中央突破、ゲインはしておりますが、ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、翔英ブレザーズ34点、三重ファイアバード7点で翔英ブレザーズの勝利となりました。
あれ、お前さ、あ、すいませんでした。はい。もう話、2試合目なんか止まってますけど、2試合目はどうしますか？2試合目も行きます。ライブします。します。URL 流しても大丈夫ですか？大丈夫です。もう1試合目なんか55分ぐらい止まってました、ね、止まってまして、で後半を別で立ち上げ直して中継は別のアカウントで続けました。発信はできませんですけど、ブログの方には一応それはもう上げてます。で2試合はもともとの URL でいけるんですか？いけます。